お人道さんへつんずく晩な首もげどろんながえさんさえ記憶が消されてどうするまあ間違いないようだやはり振付師は自治区に行くぜ立川自慢つきってやつですね父さん時間がない急げ構成防壁国の傀儡になり下がったお前裏切ることなどできるわけが私たちは私たちの正義のために戦っているそれ以外従うべきものはない上空まで120秒。高度20で通過。不当入り口上空から降下。作戦を展開する。了解。バート、出口は任せたぞ。おう。逃げたウサギは任せときなって。頼むわ。課長、突入準備 OK よ。基盤を解除してまでの作戦内容は。新居浜ふ頭 N3 で行われている武器密売現場にいる証人を取り押さえてほしいと軍から要請があった。武器は軍が廃棄処分扱いにしたものが横流しされたものだそうだ。糸をつけて泳がさなくてもいいの？捜査対象になっていることが重要なのだ。調査はこの男から記憶を抜き出し愛護関係を洗い出せ。なお現在の不当の状況だが相当数の武装集団が侵入しているものと思われる。私とバトーの2人でこれを石川にバックアップさせる。情報を入手次第解析に回せ。少佐なら問題ないでしょうが、あの不当は古いシステムを使ってます。逐次情報を流します。トグサは軍情報部をマーク。了解。斎藤は海上から少佐を支援。了解。パズ・ボーマは関連しそうな組織の洗い出しだ。了解。了解。お前たちが給料分働いてこい。了解。軍も偉くなったもんだ。俺らに尻拭いさせるなんてな。貸しにしときましょう。荒牧だ。関係省庁に話をつけてやる。船が出る前に任務を遂行するんだ。了解。ゲートを開く許可コードが必要だ。おそらくこのエリアの端末にあるはずだ。探してみてくれ。ゲート開きます。こちらトグサ。県警から抜いた情報ですが、不当の警備会社が48分前に襲撃を受け、警備システムが書き換えられています。敵はこれで不当を制圧したようです。了解。管理所の島内に向かったようだ。コンテナ船の航行を考えられた。出港までの時間はわずかだ。急げ。この先は多層倉庫内から行くしかない。入り口を探してみてくれ。
部隊識別記録を確認。敵電脳内の認識情報を配置情報に投影できるように設定した。どこかで見たことがあるパターンだな。構造解析してもいいですか？侵入者！で、照射の擬態性能があれば確認するだろう。トランスファークレーンの侵入コードはエリア内の端末から入手できるはずだ。探してみてくれ。どこだ？これでクレーンが動く。 A3 経路に沿ったパターンコードだ。 OK、 起動を実行します。違法改造の高出力擬態を戦力として送り込めるだけの大掛かりな組織が裏にあると踏んでいいだろう。そうね。死んでるわね。入り口の端末は同じような仕様になる。他の侵入経路を見つけた方が早い。
動認証が必要か。エレベーターの軌道認証はそのエリア内の端末から入手できるはずだ。そいつで上層に出られる。そいつを動かせば先に進めるぞ。敵の思考傾向は戦時下の設計思想をもとに枝分かれしたものと思われます。こちらパス。主要な密閉組織を13洗ったが、軍から出たおもちゃを扱ってる奴らはいない。念のため北側の動きも探ってみたが、こちらの関連性も薄そうだ。調査、下に船が見えるな。容疑者があの船に乗る前に肩をつけてくれ。戦場は違い方言だ。我々でも手が出せん。現在初期艦に手を回しているが時間がない。了解。まず、不当に停泊しているコンテナ船だが、エトロフの物流会社所有の船だ。提出記録によると、クズ鉄をエトロフ内の再生工場まで運び出すもので、寄港地は新居浜、釜石、エトロフになってる。これでクレーンが動く。渡るときに狙い撃ちされないようにな。
怖かったら助けに行くぜ。余計なお世話よ。翔さん、僕も高いところ登りたいです。怖い思い出斉藤だ。ジェームスン型の容疑者を確認。対岸の入室船管理所の屋上だ。少佐、時間がない、急げ。エレベーターを動かすには稼働認証がいるな。面倒だからって飛び降りるんじゃねえぞ。この高さじゃ少佐でも危ねえからよ。これで第二不等側のエレベーターが稼働できる。俺の他にも不等から衛星に接続してる奴がいる。おそらくスナイパーだ。対サイボーグ用の精密狙撃ライフルだ。前にドイツの兵器ショーで見た。旧式だが、チタンの脳核も撃ち抜ける物騒なもんだぜ。軍が試験採用した記録があった。出どころはおそらくそこだろう。高所にいるスナイパーを下から攻撃するのはリスクが大きすぎる。別の手を考えるんだ。それから先に片付けた方がいいだろう。ここで何をしようとしていたのか、情報を入手するんだ。行くぞ。こっちだ。
記憶が消されていく。私の他にこいつの電脳にアクセスしている奴がいるのか。構成防壁。覗き見してたのは誰？